ローレンツ・フォンシュタインローレンツ・フォンシュタインはドイツの法学者、思想家、フランス初期社会主義、共産主義思想、並びにプロレタリアート概念をドイツにおいて初めて学術的にまとまった形で紹介した。シュタインはキールにおいてヘーゲル法哲学、歴史法学を学び、イエーナ、ベルリンで学んだ後、 1841年10月から1843年3月までパリに留学し、フランス法制史を学びつつ、そこでコンシデラン、プルードン、ブラン、壁といった社会主義者、共産主義者らと交わり、そこで得た知識をもとに1842年に今日のフランスにおける社会主義と共産主義を表した。また、国法学、行政学の立場からは、 パンデック天法学によって統一法体系を作ろうとしたプロイセンの法政策を批判した。キール大学在職中、シュレースビヒホルシュタインのデンマークからの独立運動に参加、ドイツ海軍設立委員として活躍する。しかし運動敗北後、彼は大学を追放された。その後、シュタインはウィーン大学において職を得て国法学者、行政学者、 財政学者として名声を博した。さらにシュタインはジャーナリズムにも関わり、多くの新聞や雑誌に学術論文や時事論文を掲載している。伊藤博文にドイツ式の立憲体制を進めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても知られている。1882年に憲法事情研究のためにヨーロッパを訪れていた伊藤博文は、 ウィーンのシュタインを訪問して2ヶ月間にわたって、シュタイン宅で国家学の講義を受けた。その際、日本が取るべき立憲体制について尋ねたところ、プロイセン式の憲法を進めた。ただ、シュタイン自身はドイツの体制には批判的であり、日本の国情、歴史を分析した上であえて、ドイツ憲法を進めている。また、 実際に制定された大日本帝国憲法の内容には、シュタイン学説の影響は少ない。これには、伊藤と共に憲法草案を執筆した井上武氏がシュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景には、シュタインの存在が大きい。シュタインは、山形有友が意見書、外交政略論の中で述べた概念である。 主権戦、利益戦に影響を与えた。また、カール・マルクスは1842年のシュタインの著作、今日のフランスにおける社会主義と共産主義から社会主義、共産主義思想を学び、失縮しながらも自らの思索を深めていった。しかしシュタインは同時大臣としての弟子マルクスを数多い著作において一貫して無視し続けている。 ありがとうございます。